はい、それではね、ファイナルファンタジー5の配信続き始めていきます。いやー、前回はですね、いろいろ解説していたんですけれども、諸事情によりね、ヘッドセットを変えてしまったがために、なんと録画されてませんでしたよ。録音されていなかったか。ガルラが突然暴れ出して塔に入ってきました。王もそれを追って、それに見知らぬ戦士が一人。誰だ見知らぬ戦士って。ガルラは決して人を襲ったりしなかったのに、何やら嵐の予感ですね。お、ミスリルソード盗んだ。いいね、いいじゃねえか。早速ミスリルソード装備しましょうかね。もう一度ですね。おお、めっちゃいいね。あ、回復した。アイスソルジャーだから、そうか、氷で回復するのか。で、ガラフが黒魔法のレベル2を覚えたところで、白魔導士に変えようかな。ラーニングで。まあ、ここは青魔法打ってくるようなやつは確かいなかったと思うんですけどね、記憶によるとだけど。おい、大丈夫か。うるそう、ガルラが上に頼む、クリスタルも持ってくれ。言わんこっちゃない。よし、宝箱ゲット。シルクのローブ、シルクのローブはガラフちゃんですね。防御力が上がりますよと。さて、セーブもしながら先に進んでいきますかね。ですね。あ、盗み損ねたか。このリカルダメージからなんか盗めるかな。お、ロッドを盗んだ。あんまりいらんかったな。そこまでいらんかった。あとミスリルソード2つぐらい盗みたいよね。せっかくだから。そう思うのか、欲張りだな。盗み損なった。そんなに強くないな、敵が。ちょっと戻ってと、ミスリルソードをあと2本ぐらい調達しようか。よし、ナイス。ターキーが荒ぶっている。ファリスが優秀だな。あと一戦ぐらいしとく。珍しいやつが現れたな。
ドスープ。何が盗めるのか気になりますね。ヒアルで回復。ポーションだったか。いらねえ。いや、今の時点ではポーションは希少ですからね。いらないというわけではない。このフレイルのポーンって音がいいですよね。さてと、レナもジュブレベルアップしたので、そうだな、青魔導士で貯めるべきかな。一旦帰ってセーブして先に進んでいきましょうかね。スイング来た。きついな。キャールで回復。お、ミスリルライフを盗んだ。いいの持ってるね。めっちゃいいの持ってるじゃん。このウイルスのトーンの敵キャラ。いいの持ってるじゃんかよ。あ、こいつはあれか。あれですね。あれを唱える。1体にしないとダメかな。さっきのね、エルフと1体にしないとダメかな。極力ね、ラーニングできるやつはラーニングしていきたいんですよね。レナに当ててくれるかどうかっていう話だったか。ミスリルナイフを盗みたい。スイングは厄介だね。盗めないか。吸血。シーフレベルが2に上がったんですけど、一応そのまま継続できますかね。さっきのカイロ現れんかな。現れた。よし。見ますかね。あ、しまった、カウンターで倒しちゃった。あるある。カエルの歌を唱えないかな。唱えると思うんだけどな。カエルの歌が聞こえてくるよ。クワ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 、
ゲロ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 ファファファッ、ジンさんの耳がもげてしまう。私の下手くそな音だね。よっしゃ、ミスリナイフ盗んだ。アビリティポイントが2つもらえるのいいよね、あのリオね。あのリオねっつったらね、めちゃくちゃ出てくるじゃないか。カエルが出てこない。このブレスウィングはちょっと厄介だぞ。言うても厄介ですよ。うわ、やばい、ターキー死んだ。あ、死んじゃった。主人公死ぬの巻。サボってたからターキーが死んでしまったじゃないか。テント使おう。アイテムでテントですね。まあカエルの歌だったら別に別なところでもね使えるからね、先進んできますかね。リカルドメイチがめちゃくちゃいる。こやつ厄介だな、なかなか。ドレインとか使うの聞いてないんだけど。で、ロットしか盗めんのかい。でも、あれだな、いいですね、アビリティポイント3つ落としましたね。白魔導士になって、そうだな、全ての攻撃力は文句と同じ。これでいいかな。よし、先に進んでいこう。ファリスは今日いい仕事してますね。いい仕事しよるわ。よし、プレスウィングは回避した。ポーションを手に入れたんで、ターキーを回復してからの、そうだな、アラフにはナイトになってもらって、貯めるで、これできますかね。あ、かい。真ん中は確か何もなかったはずですね。左に行けばいいか。左、銀の腕輪を手に入れた。銀の腕輪を装備すると防御力が上がりますよ。
エーテルをゲットしてと。さあ、いよいよ来ましたね。ちょっとセーブしてと。行こうか。操られているな。クリスタルを割らせるわけにはいかない。ドバッと。来るぞ。さあ、いつもはおとなしいガルラ君だけどね。どういうわけか操られてるみたいだ。攻撃力高いな。回復しとかないとやばい。96しか回復しないのか。おいいね、ガラフ。2回連続攻撃やるな。いけばいいっす。やばい、ターキーが死にそうである。結構手数多いなこいつ。ポーションを手に入れましたよと。クリスタルが遅かったか。砕け散ってしまいましたね。間に合わなかった。うっ、なんでその入り口のところで向かっていて倒れるんだよ。ガラフ様、わしのことを。ガラフ様、クリスタルを守れなかった、すみません。教えてくれ、わしは一体誰なんじゃ。光のクリスタルを守って、ガラフが落ち込んでるよ。クリスタルのかけらが光っている。俺たちに力を貸してくれるのか。死んでいる。ストレートだな。かけらに眠る勇者の心、時魔道士。かけらに眠る勇者の心、魔法剣士。かけらに眠る勇者の心、バーサーカー。かけらに眠る勇者の心、赤魔道士。そしてだ、あそこのねクリスタルのかけらもゲットしとかないとね。あれ、何取れないだと。取れないだと。そんなことがあっていいのか。ジョブが増えてますね。かけらに眠る勇者の心、召喚師。召喚師来たね。どうしたんだ、一体何が起きている。ちょっとコーヒー飲みます。塔が沈んでる、マジっすか。最後の勇者の心が取れないだって。邪魔や。邪魔や。後ろ髪引かれる思いでね、この塔を後にしますよ。水のクリスタルが砕け散ってしまった。
海に放り出される。シルドラちゃん、あくまでね口の中に含んでますんでね、シルドラね食ってないですからね。レナ、ガブリガブリ、もしゃ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 はしている。悲しい BGM が聞こえてきましたよ。シルドラ、シルドラ、最後の力で私たちを助けてくれたのね。シルドラ死んじゃやだ。シルドラ、ありがとう。シルドラ、最後の力を振り絞ってね、ファリスを助けてくれたシルドラ。切ないですな。めちゃくちゃ切ないんだけど。シルドラが倒れてしまった。そしてこの隕石の中に入れることは入れるんですけどね、その前にだ、ちょっと行きたいところがあるんで、行くかどうしようかね。先に進んでから行こうかな。どうしようか、いろいろと考えますね。ちょっと頑張って行きますかね。取り忘れがあるんでね、取り忘れがあるんで戻ってきましたよと。召喚師が増えたんですよね。召喚で白魔法、あとは何が増えた、バーサーカーも増えてるね。常にバーサク状態でコマンド入力できない。コマンド入力できないからラーニングでいいかな。あとはと、あとはそうだな、ファリスを赤魔導士にしようかな、それとも魔法剣士にしようかな。とりあえず魔法剣士で、魔法剣士で格闘にしとこうか。魔法剣士で格闘はあんまりだから、そうだな、赤魔同士で格闘にしとこう。赤魔同士っていうのはね、白魔法も黒魔法もどっちも使えるんですよね。ちょっと宿屋に泊まってでセーブしてからね行きますか。シルドラがいなくなっちゃったよ。なんとかね、飛竜はね難を逃れたみたいですね。沈む時にねひょっとしたら飛び立ったのかもしれませんね。さて行こうか、一旦セーブしてと。でちょっと倍速を使っていきます。ウォルスの、ウォルス城のね地下ですね、地下に今から行ってきます。地下というかね、
隠されてるのか隠してるつもりがないのかよくわかりませんけど、私もね、こっからね、排水筒の中に入っていけるんですよ。実はな。敵が出るから気をつけないといけないんだけどね。倒せるかな、わかんないんだよな。強いかもしれないですね。ちょっと戦ってレベル上げようかな。ちょっと戦ってレベルが上がればいいけどね。エルフトード、あ、カエルの歌、よっしゃ、ランニングした。だってね、ガラバにね、ランニングつけてましたからね。カエルの歌をランニング、なんて運がいいんだ、ターキーさん。カエルの、カエル状態になったらね、アイテムの乙女のキスでね、カエル状態を元に戻すことができます。これは結構運がいいですね。セーブしとこう。今の状態で戦って勝てるかどうかわからないけど、戦ってみますかね。私は魔神芝、お前が私の主にふさわしいものか試させてもらおう。どんとこい。芝登場。白黒魔はね、白魔法と黒魔法どっちも使えるんですよね。強えな。まずい。シルフ。風のささやき。ガラフ格闘にしとけばよかったな。しまったな。格闘にしとけばよかったですね。うわ、ピンポイントできた。やるな、芝。プロテスをハリスにかけとく。もう芝狙いか。ファイヤーでこき。強えな。めっちゃ強い。てか瀕死だ。これは死んでしまう。思い切ってファイヤーで攻撃。一体は倒せたけど死んだ。死んだ。負けた。だって、あとガラフ君が頑張ってくれるか。ちょっと作戦練り直しますわ。ガラフを格闘持ってないんだ。そうか、持ってなければね、バーサーカーを解除して魔法剣士で行った方がいいかもね。魔法剣士で貯めるかな。うん、これでいけばなんとかいけるかもしれない。わからないけどね。それかもうちょっと戦ってレベルを上げるか。ステータスね、291か。やっていく、やってみよう。魔法剣でファイア剣で白黒魔でプロセス、プロセスじゃなくてシェルの方がいいんだけどね。レナに で、ターキーはね、常に回復しておこう。
強い。シルフを唱える。強気でファイヤーで攻撃するか、それともケアルで回復するか。きたー、ピンポイントで来やがった。待って、ここはとりあえず回復に回ろう。うわ、ギリギリ。ちょっとレベル上げしないとダメかもですね。きっちいな。うわ、ここでミスかよ。ちょっと待って、きついぞ。勝てない。早めにやり直そう。時魔法は持ってたっけ。スピード、スロー、リジェン、ヘイストか。そうだね。スローをシバにかけてみるか。効くかどうか分かんないけどね。効くかどうかは分からないけど、使ってみるあれはありそうですね。これでどうだ。白黒まで。プロテスを、プロテスあんまり意味ないかな。サイレス効くかな。効かんか。じゃあプロテスをかけとく。あれ、なんでガラフォにだけ効かなかったんだ。あ、死んだ。ちょっと待て、スロー効くかな。効いた。効くんだスロー。やっぱガラフは魔法剣士にしとこう。すいませんね、さっきから行ったり来たりしてますけど。ガラフ魔法剣士にして貯めるだな。レーナがちょっと弱いんだよな。まあ仕方あるまい。違う、魔法剣のファイヤー。いった、キャラで回復。召喚でシルフ。あ、嘘でしょ。きっちいな。よし、まずは一体。いけるか。シバの攻撃が痛いな。デブチョコとか出てきてくれればいいんだけどね。ガラフおじいちゃん頑張って、マジで頑張って。ガラフおじいちゃん、よっしゃ、2体倒した。生きろガラフ、死ぬな。
そう、肝心なところでやられるからおじいちゃんより。てくれ。うお、超瀕死。倒したか。まだか。まずいな、実にまずい。うお、超きついじゃねえか。ガラフを生き返らせよう。マジかよ、ひでえな。なんてしようだ。フェニックスので回復。ダメだ、諦めよう。すいません、諦めますわ。まだ勝てない芝には一旦戻ってきてからね、再戦しましょうかね。やつは強かった。やつは強かったぜ。先に進みますかね。バーサーカーはまだ後からでもいいかもしれないんで、魔法剣士で。魔法剣士貯めるでいきましょうかね。とりあえずこれで、先に進んでいきますか。ここね。わ、降りた途端、戦闘。はい、セーブしてと。先進めまーす。あれ？あれ？これで解除じゃなかったっけ？あれ？おかしいな。倍速状態が解除されないぞ。なんで？なんで倍速が？あ、今解除された。ボタン間違ってました、失礼。さて、このクリスタルのところもなんか人イベントあったかな、なかったかな。ピヨヨンとターキーワープしたのか。あと追いましょう。ここは見覚えが。党であった兵士もわしのことを知っておったし、わしは一体何者なんじゃ。まあ一度クリアした人ならわかりますけどね、あの兵士がね、何をしにあそこに来ていたとかっていうのをね、どこの兵士なのかっていうのもわかりますよ。そして石がね、2つ欠けてますね。あそこの石が2つ欠けている。さて、今度はファリスを先頭にしましょうかね。さあ、次の大地に舞い降りたせ。倍速使ってきまーす。あ、こいつら出てきたか。あ、はてなはてなはてな撃ってくるか。なるほど。
結構ね、ギル落とすんですよね。さっきのやつらギル落とすんだよな。ラーニング。ガラフにラーニングをしてと。これで覚えることができるはずなんだが。まあ、当たればですけどね、ガラフにね。ガラフに当たらんか。ちょっとお金集めしましょうかね。うわ、ズーが現れた。ズーが強いんだよな、なかなか。よし、レベルアップもしたしね。ちょっとここでお金を集めますよ。荒稼ぎさせてくださいよ。ターキーはさっきね、死んでたんでね、若干ちょっとレベルが上がるのが遅くなってますが。ここの森に出てくるのはワイルドナックしか確かいなかったはず。で、このワイルドナックね、そこまでは強くないんだよね。だから AP とね、ギルをたくさん落とすんですよね。お金稼ぎを今のうちにしておいた方がいいと思うんだよな。なんでかって、後々わかりますよ。強くないっつっても地味に攻撃が効いてくるな。ファリスの白魔法で回復しての。倍速の時はね、なかなかコマンドの入力が難しいんだよね。ガラフにハテナハテナハテナ打たんかな。ターキーじゃなくてガラフに打ってほしいんだが。ターキーをジョブレベルアップ。時魔導士にジョブチェンジしとこうかな。で、格闘で、ミスリルナイフを外すと。ファリスじゃなくてガラフに打ってくれ。魔法バリアを手に入れたか。ガラフは魔法剣士のままちょっと育てましょうかね。そっちじゃない。どこ狙ってるんだ。まったく。まあ、この倍速があるだけでね、だいぶ戦闘が楽になりますよね。楽になるっていうか、作業が楽になるよね。これはめちゃめちゃいい機能である。そして、門戸の格闘がね、めちゃめちゃいいですね。さて、召喚でちょっと回復しようかな。お、今撃ったね。よし。召喚で、シルフ、風のささやき、これで回復してと。これで、ハテナハテナハテナをラーニングできましたね。よし。あと3回ほど戦ってから、今度はね、カルナックっていうね、暑いところに行っていきましょう。暑いんだぜ。さっきは水だったんですけどね、今度は火ですね。ハリスが白クロマのレベル1を覚えてほしいんだよな。お、レベルアップしたね。
いい感じじゃねえか。いい感じじゃねえか。うん。そうだなあ。そして結構重要なキャラがね、次回あたり出てくるんですよね。赤魔同士に、赤魔同士のレベル上がったから、時魔同士にしといて、ちょっと待って。悩みますな。バーサーカーはね、100だからね。まあ、悪くはないんだけどな。バーサーカーの格闘にしとくか。そしたらね、ファリスはね。これでいきましょうかね。で、レナは白魔法で回復すると。で、ガラフはね、もうラーニングはいいから、貯めるでいいかな。よし。一旦セーブします。町に入っていく。カルナックの町。古代図書館の人がクリステルの力を使うなと言ってきたそうです。あんまりしつこいんで怒った呪文は壁を作って古代図書館との行き来を禁じました。おお。クリスタルの力を増幅する機械を作ったのはシドっていう人さ、すごいよな。シドが作ったんですね。城には入れないよ。隕石から出てきたモンスターが城のクリスタルを狙ってるんだ。カルナックの南には古代図書館があります。シド博士はそこの出身らしいわよと。火か、水ときて火ですね。隕石から出てきた魔物は町を襲わないんだよ。なるほど。すごく安いぜって言ってるけどな。どうだろう。うん、そんなに高くはないな。ね、ミスリルナイフ。おっと、お前らそこを動くなって。なんだよ、買い物しようとしてる人が。こいつらだ、モンスターの仲間だ。隕石から出てきたところを見つけたんです。見たんです。いかにも隕石から出てきたのは私たちだ。引っ捕らえられた。しょぼーん。牢屋にぶち込まれましたよ。どうしよう。ひどいよな。有無を言わさず牢屋にぶち込むってどう思いますか。そして左側にね、何やら白髪の老人みたいな人がいるんだが、うろうろしてみる、牢屋をね。どっか抜け道ないかな。ファッ、あんた何やってんだ。参ったの。とっておきの爆薬を使ったのに抜けた先戻りやった。トフフ。上の方だったら抜けられたかもな。あはははは。お前たち今笑ったな。にゃ、まあよい、わしはシドじゃん。シド、クリスタルの力を増幅する機械を作った。さっき町の人に教えてもらったんだよ。シド、ごめんなさい。いや、いいんじゃ、みんなわしのせいなんだからな。古代図書館で見つけた本によると、はるか昔クリスタルは今とは比べ物にならない強い力を持っていたのじゃ。わしはタイクーン・ウォルス・カルナックによるクリスタルを研究し、その力を増幅する機械を作り出した。だが間違えちゃった。クリスタルの力を増幅させればクリスタルは砕け散ってしまう。みんなわしのせいじゃ。でもなんでこんなところに。タイクーン・ウォルスのクリスタルは間に合わなかったが、せめてカルナックのクリスタルだけでも砕け散るのを防がなくてはと思いやってきた
じゃが機械を止めようとしたら捕まってしまったのじゃ。目的は同じってわけか。お主らもクリスタルを守りに。そうそう、こいつに頼まれてよ。クリスタルのかけら。何？なんとクリスタルのかけらに。お前たち一体光の戦士だ。大変だ、アシド博士。どうしたんじゃ。やっぱりシド博士の言われた通りでした。クリスタルにひびが入って。何？とりあえず機械は止めたのですが、クリスタルの力は増幅するばかりで。火力線か。え、多分火力線がクリスタルの力を吸い取ってるんじゃ。シド博士、どうか力を貸してください。この者たちに手伝ってもらう。え、でもこいつらは隕石から出てきたウェアウルフのたちの仲間ですよ。シドが駆け引きをします。ダメならわしも手伝う。まあ、わかりました。手伝ってくれるか。しゃあねえな。わしは先に火力船に行く。危険なところじゃ。十分準備をして来いと。待っとるぞと。さーて、無事ね、牢屋から解放されたぜ。あちちちちち、あちちちちち。炎がね、行く手を遮ってますね。あんなところに宝箱あるのにな。取れんのかな。取れんのかい。さあって、ちょっと倍速で進めようか、サクサクと。炎が邪魔してクリスタルに近づけん。さいですか。至るところに炎があってね、進めないね。クリスタルの力がね。ん？風がなくても走ることができる。そいつはすげえや。火のクリスタルの力でエンジンを動かす。すごいね。いろんな研究してるんでしょうね。地下2階でやる。1階に上がっていく。うん、タイクーンとウォルスのクリスタルもね、めでたく砕け散ったよ。ウェアウルフが襲ってくるっちゅうのはよくわからん。黒い影が、隊長しっかりしてください。立派な部下じゃねえか。で、一回ですね。めちゃくちゃ兵士が焦ってるんだけど。ウェアウルフは、うん、クリスタルを狙っていますよと。女王様がいませんよと。そして大臣がめちゃくちゃすごい勢いでね、動いてますよ。女王様一体どこに行ったんでしょうね、と。決して街を襲ってこない。なんでだろうね。なんでだろう、なんでだろう、と、ウェアウルフが現れた。シド博士の爆薬でなんとか追い払いましたが、またいつ来るかわかりませんよ、と。お勤めご苦労。さあって。さっきは武器を買おうとしたらね、止められてね、安いなと思ってたらね、結構なお値段しますね。結構なお値段するぜ。ミスリルソードは3つでいいかな。ハンマー、1つ買ってく？でもお高いな。氷のロット、炎のロットね。炎のロット2つ。氷のロット2つ。イカズチのロット2つと。あと防具をね、しっかり揃えておきましょうかね。羽根付き帽子2つぐらい買っとこう。ミスリルアーマーも2つぐらい買っとこう。
一気にお金なくなりますね。魔法も買わないといけないからな。ミスリルソープですな。ターキーは格闘入れてるね。よし、こんな感じ。さてさて、倍速でと。魔法も買っときましょい。ファイラ。もう持ってるでしょ？え、持ってた？ファイラ。ワイドドーム。あ、今買ったのか。瞬間的に買ったのか。グラビで。ストップね。魔法は全部買っときたい。レイズは買っとこう。ケアルラも買っとこう。これで一応全部買ったことにはなるんかな。白魔法、黒魔法、時空、召喚、魔法剣、青魔法。カエルの歌とハテナハテナハテナ覚えられたのが良かったですね。よし。あとはこの街にもピアノがあるはずなんだが、どこにあったかなーと。ポーションはたくさんあるからいいかなー。とりあえずね。今のところはいいかなー。さてどうしますかね。火力戦をある程度まで進めてから終わりにしようかなー。せっかくだからね。変なおっさんが兵隊に捕まるのを見たせ。シドのことですね。ジャコールの街で売っている武器や防具はすっごく強力だぜ。はぁ、あ、はぁはぁ、そうなんですか。本当にあこんなのかねえって。知っている。さっきあった。さ、ピアノ弾きますか。確実に上手くなっている。ピアノが上手くなった。よかったね。確実に上手くなっているよ。さてさて、あ、ここはそうか。そうなんですね。なるほどね。クールダストっていう魔物知ってるか。一匹になるとフラッシュを打ってくるぜ。手強いんだぜ。理解した理解した。ちょっとセーブを挟みまして。クイックセーブも挟みまして。少しだけね、お金稼ぎしていきましょうか。ちょこっとだけ金を貯めておこう。クリスタルの力を増幅させた装置を作させる装置を作ったのはシドっていう話でしたね。で、そのシドがね、まあ風と水も止めたかったんだけどできなかったと。で、あと残るのは火だって言ってね。今、火力戦に向かったところですね。そして、カルナックの女王がいなくなってるっていう情報を街で入手しましたね。あと、ウェアウルフが襲ってくるんだよと。ウルフってことは狼ですね。なんで街を襲ってくるのかはわかりませんが、なんでなんでしょうね。いろんな謎がてんこ盛りです。ああ、さっぱりさっぱりわからない。さて、どうしようかな。そうだな。ガラフのレベルが上がるから、アビリティレベルが。
あと7回ぐらい戦ってから火力戦に行きましょうかね。せっかくだからね。まあ今だったら芝のところに行けば勝てるかもしれないんだよな。どうしよう。戻るか？でも勝てなかった時が二度手間になるんですけどね。戻るのもありか。戻って芝を倒して終わりにしましょうかね。そうしよう。新しいアビリティもね、ゲットしましたし。そうすっかな。そうしましょう。急遽予定変更である。そして火力戦からね、次回始めていきましょうか。そうしよう、そうしよう。やっぱり防具を揃えるとあれですな。あんまり食らえませんな。当たり前のことだけど。敵の数が多いだけでそんなに強くはないんだよな、こいつら。お、亀は強いんじゃねえか？どうだ？お、レベルが上がったか。そしてガラフのレベル、ジョブレベルがめでたく上がったので、赤間同士にして、魔法剣。でいいかな。これでいいんじゃねえか。で、ファリスをね、ファリスを魔法剣士にしようか。魔法剣士にして、白黒魔。これでいいですかね。これでいきましょうかね。ケアルラを覚えてるからね。若干、いいね。お、ターキーがレベルアップした。カールナックからウォルスに戻りますよ。うらーってね、チョッパ屋で戻ってと。はい、戻りましたよと。で、飛竜に乗って、一旦ちょっと宿屋で休憩をしてと。ヒットポイント、マジックポイントを回復してと。レナはミスリルソード、あ、ミスリルナイフか。OK だね。さあ、一旦ちょっとここでセーブを挟みましてと。さっきのね、芝にリベンジしに行きましょう。勝てるかな。今度はまあ、ちょっと卑怯だけど、とある技も使えますしね。とある技でいけるんじゃねえかと、安易に思っている私がいるんだが。白魔導士誰か入れようかな。白魔導士入れれば勝てそうな気がしないでもないな。召喚師レナか。召喚師も悪くないよね。召喚師も悪くないんだけど、バッツを白魔導士にしようかな。バッツじゃなかった、ターキーだった。ターキーを白魔導士にしてと。時空でいいかな。で、後ろに下げてと。レナも後ろに下げてと。レナのアビリティは白魔法か。
ガラフのアビリティは魔法剣、アビリティは魔法剣とシルクロマ、魔法剣とタメルでいこう。よし、これで一旦ねセーブします。からのね戦います。さあリベンジ、うまくいくかな。ファイラケ、ファイラ、ファイヤケしかないか。まあいいや、キャルラで回復。さっきと全然違うね。風のささやき、ためる、分散させるか、死亡なかなかやりうる。よし、まずは一体撃破。もらった、めっちゃ強え。仙台が出たよ。してた。ね、チョコボ使ってみよう。チョコボキープ。いいじゃないか。さあ、勝てそうですね。悪動き。よっしゃ、勝ってた。氷のロッドゲットですね。運がいいな。召喚獣芝、さあ芝の力を手に入れることができましたんでね。早速使おうか。ダイヤモンドダスト、サクッとね勝てましたよ。さてさて、戻ってから反省会やって終わりにしましょうかね。さっきのねカルナックの町周辺に戻って反省会やって終わりにしましょうと。やっぱり先に進んでから戻った方が良かったですね。でもこれで芝の強さが分かったから良かったかな。結果オーライです。召喚獣芝は強かった。15で言えばね、あのキャラクターですけどね。さて、結構おかげさまでレベルも上がったんで、火力戦はどうかな、苦戦しないかな、わかんないですね、現段階ではね。なんとも言えない。今日は早めにご飯でも食べるか。早めに飯でも食おう。よし。さあ、ここでちょっとセーブしてと。
セーブしましてと。よし、これで終わりますかね。一応今回の配信はね、ここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はね、火力戦から始めていこうかと思いますので、またお時間ある方、興味ある方いらっしゃったら、ぜひ遊びに来てください。それでは、See you again!